カニューレで脂肪を吸引している、様子脂肪吸引とは、皮下脂肪を特殊な吸引管で取り除く手術を指す。皮下脂肪に悩んでいる人、部分的に脂肪を取りたい人、ダイエットとリバウンドを繰り返している人に用いられる。脂肪を減らしたい場所に管を挿入し、陰圧で吸引、除去していく。脂肪吸引運法がポピュラーになる以前は、脂肪切除術が主流であったが、 傷が小さいことなどを理由に今では脂肪を減らす方法として主流となっている。通常は吸引前に止血効果や鎮痛効果のある溶液を吸引部位に注入して脂肪を吸引管で吸引する。この従来の方法はウェット法と呼ばれる。この従来の方法では硬い脂肪を直接吸引するため体への負担が大きく術後皮膚がデコボコになる質感が悪くなると デメリットも多かったが、近年では医学の進歩により改善が進んでいる。ただし、最終的な仕上がりには新しい技術も大切だが、今でも術者の技術に大きく左右されることも事実である。また、一度の手術で吸引できる脂肪の量は、顔の場合 30cc、腹部や太ももの場合 1000cc、3000cc とされる。 脂肪吸引はそれによる体重減少や脂肪細胞数の減少に関わらず、メタボリック症候群の改善を何らもたらさないことが知られており、肥満による医学的問題の解決にはならない。また、皮下脂肪細胞を除去することによって、余剰摂取カロリーが脂肪として蓄積される先が、脂肪細胞が除去されていない部位の皮下脂肪、内臓脂肪、 異所性死亡に転移することに伴う問題が生じうる。ありがとうございます。